フランス国鉄 Z5 万系電車は、ボンバルディアトランスポーテーションが製造した、フランス国鉄の郊外用高直流電車。愛称はフランシリアン。1960年以降、イルドフランス地域圏の路線に導入されてきた、ステンレス車両の置き換えを目的に導入された車両。2009年2月6日にボンバルディアのクレスパン工場で、公開、2009年12月13日に、 最初の2編成が営業運転を開始している。同地区を走る Z2N 型電車と比べ、車体幅が 250mm、座席幅が 40mm、シートピッチが 110mm 広がったが、全長 103m の2階建てである Z2N が1064人を収容できるのに対し、全長 112.5m だが1階建ての、 フランシリアンは915人が収容できる。またドア幅は 1950mm、通路幅は 550mm と広くなり、乗客の乗降スピードも1人当たり3秒と速くなった。車内は床暖房を使用しているため、暖房装置用の台座がなく、そのため座席化スペースが広がっている。また空気冷却装置や CCTV カメラを搭載している。また、 各乗車口には乗客集計システムがついているほか、車椅子用スペースや可動式ステップがあるが、フランス国鉄の要請によりトイレは設置されていない。座席は型持ち構造であるが、荷物棚はない。案内放送は電子 DRM 情報システムを装備し、1車両に4機17インチ LCD が配置されている。車内の照明はすべて LED で、天井には白。 座席下には青の電球を排している。車両はサンラザール駅発の列車にショート編成55本、パリ東駅とパリ北駅発の列車にロング編成117本を投入する。2009年から2011年までは1年に30本、2012年から2015年までは1年に40本を納入する予定である。また、オプションとして、 さらに200本のゾービーも計画されている。計画は2015年に終了する予定だが、オプションをすべて発注した場合、2022年まで延長される可能性もある。ありがとうございます。